ここは我が輩に任せておけ。アンダーグラウンドの友人に頼んで空気圧を上げてもらった一品だ。この銃には中身の入ったコーラの缶を撃ち抜く威力がある。それ違法ですよね。うるさい。とにかく見ていろ、我が輩がベロベロスを駆逐する様をな。シャフー。我が正義の弾丸に打ち抜けぬ者のとなし。イルカさん、全然聞いてないんですけど。なんだと、この鋼の弾丸を跳ね返すとは、あやつやりおる。ユノ、突撃します。あ、もう。仕方ないわね。レイジ君、彼女たちだけに美味しいところを持っていかれてはたまらない。俺たちも行こうじゃないか。はい。あなたは私のデザイナー人生においての黒歴史。おとなしく消えてちょうだい。怪物は勇者に倒されるものなんだよ。その調子でどんどん行っちゃってくださいね。ダメね、こんなの続けたって倒せそうもないわ。作戦の練り直しが必要なんじゃないかしら。悔しいがそれしかなさそうだね。よし、全員撤退だ。いかん、ベロベロスの変態触手攻撃だ。ベロベロスはあの触手で女性を絡め取り、粘液でベタベタにしてしまう性癖を持っている。ちょっと、それってすごく重要なことじゃない。どうして先に教えといてくれないのよ。いや、触手を見れば大体わかるだろうと思って。浅野、お前は大丈夫だ。ベロベロスは一定以上の胸の大きさを持つ女性のみをターゲットにするよう設定したからね。あっはっはっは。やかましい、死ね変態。ここで朽ち果てろ。落ち着いてください、浅野さん。それよりみんなを助けないと。ぐちゃぐちゃのねちょねちょだよ。
そんなにぐちょぐちょにされたら私昇天してしまいそうよ。触手を攻撃してなんとか3人を解放しましょう。オワリさんはエロリーを、浅野さんはユーノさんを、僕は夏美さんを助けますから。我が輩はどうする？まさかの戦力外通告か。敗は戦力外なのだな。違いますよ。僕はイルカさんの射撃を何かに使えないか考えていたところで。あなたたち、そんなくだらない争いをしている場合じゃないでしょ。早く何とかしなさいよ。ユーノたち、ぐちょぐちょでおかしくなっちゃうよ。すぐに解決策は浮かびませんし、とにかく手当たり次第攻撃してみましょう。このままだと私昇天してしまいそうだわ。バイトさん、解決策は浮かんだの？一刻も早く何とかしないとあなたに呪いをかけるわよ。イルカさん、あの目玉に BB 弾を当てられますか？我が輩を誰だと思っている。このイルカ13に撃ち抜けるものなどない。ベロベロスよ、今こそ粛清の時。シャオワリさん、浅野さん、今です。触手への総攻撃で一気に救出しましょう。てやる。ユーノを離しなさい。あと、どうして私は眼中にないのよ。夏美さん、待っててくださいね。今助けますから。おーちゃー、夏美さん、走れますか？ええ。今のうちだ。早く岸へ。服が台無しよ。それにこの匂い、生臭いというか青臭いというか、もう耐えられないわ。ユーノのセーラー服もネッチョネチョのぐっちょぐちょだよ。だってヌルヌルの液がドピュドピュ出るんだもん。ユーノ、今のは前回をさらに上回るグレイトフルなセリフだ。90点をやろう。わーい、前から10点もアップしちゃいました。100点満点も近いのです。とにかく一刻も早くシャワーを浴びてさっぱりしなくちゃね。夏美、ユーノ、エロリー、3階へ行くわよ。あら、
あなたは別にシャワーの必要はないのでは？だってベロベロスの標的にならなかったのですから。私だってちょっとは触手に狙われそうになったのよ。そう、ユーノを助けに行った時なんかに。私たちは行くわ。男連中、よく聞きなさい。今からしばらくの間、3階は女性専用フロアとするわ。私たちがシャワーを終えて着替えて降りてくるまでは3階に上がることは禁止。もしこれを破ったら覗きとみなしてぶっ飛ばすから。あら、私は少しぐらい覗かれた方が快感ですけどね。夏美、行きましょう。興味が終わりでしたらいつでもいらしてくださいね。はっ、しまった。ベロベロスの粘液でネチョネチョのぐちょぐちょになっている彼女たちの写真を撮っておくべきだった。ベトベトの服どうしよう。まとめて洗濯するしかないわね。まあ夏場だから明日には乾いてるでしょ。ほら、みんな脱いでちょうだい。洗濯は私がやるわ。ここの洗濯機は普段から使い慣れているし、それに浅野に任せるなんて怖くてできないもの。お姉ちゃんって機械を壊す天才だもんね。まあ胸がないだけでなく、いろいろと残念なんですね。同情してしまいます。うるさい、残念って言うな。おや、エロリーはビキニアーマーのままなのかい？ええ、私のアーマーはしばらく時間が経つと元通りになりますからね。本当はユーナの T シャツを貸してあげようと思ったんだけど、エロリーちゃんの鎧はあっという間に乾いちゃったの。それは残念だ。バストの部分がピチピチの T シャツを着たエロリーも見てみたかったんだがな。でしたら今からここで着替えましょうか。生着替えか。ふふ、じゃあ早速。させるな変態。そんなことより終わり。それからイルカ、なんなのよあのベロベロスって怪物は。どうしてあんな卑猥な敵を作ったのよ。男性ユーザーのことも考えればああいったモンスターも必要だろ。陰獣、それは男のロマン。そんなの知らんわ。それで結局のところベロベロスはどうやって倒せばいいの？前にも言ったが、我が輩はその点に関してはノータッチなのだ。ベロベロス関係は全て世界に任せたからな。何せボツになったモンスターだからな、ちゃんとした資料にしてないんだよね。何かを考えていたような気はするんだが。本当に役に立たない連中ね。まあしばらく第二次ベロベロス討伐作戦は保留にしとこうか。そのうち俺も何か思い出すだろう。今晩も見張りが必要かな。また9時を作ろうか。
それなら心配はいらないわよ。ベロベロスは建物の中には入ってこないからね。僕もシャワー使ってもいいですか？別に、好きにすれば。お疲れ様です。他のみんなは？変態は屋上の部屋に帰ったわ。浅野というのはいつもの場所。エロリーも一緒よ。イルカは言わなくてもわかるわよね。ダメね。こんなことをしたって時間の無駄だわ。どうかしたんですか？過去に描いたベロベロスのイラストを見ていたのよ。デザイン面から何か弱点がわかるんじゃないかと思って。でも、まるで意味はなかったわ。触手でぐちょぐちょにされたことを思い出して余計に気分が悪くなっただけよ。まさか自分でデザインしたモンスターにあんな目に遭わされるなんて。はは、面白くて死にそう。僕だってあんな怪物と戦う羽目になるなんて思ってもみませんでしたよ。普通にバイトに来ただけだったのに。僕たちベロベロスを倒せるんでしょうか？そしたらロープレマップ現象も終わって浅草の街を出られるんでしょうか？そんなこと私がわかるはずないじゃない。それに泣き言なら屋上にでも行って一人でつぶやいてきて。聞いていて気分が悪くなるから。すみません。でもね、時間はかかるかもしれないけれど、私はどうにかなると思っているわ。いいえ、どうにかしてみせるわ。いつまでもこんな状況が続いていたら新作のゲームが作れないもの。新作のゲームが作れなければジャッジメント7なんてすぐに潰れて解散。そんなことになったら私の居場所がなくなってしまうから。今のは泣き言とは違うから。っていうか私は何も言っていない。いいわね？はい、わかりました。じゃあ私も休むことにするわ。ゆっくり眠ってあの忌まわしい記憶を消さなきゃ。さっきは？はい。なんでもないわ。
あなたも早く寝た方がいいわよ。この味噌汁美味しいですね。それにこの卵焼きもちょうどいい焼き加減だし。今日は誰が作ったんですか？私よ。え、そうなんですか？何？そんなに意外かしら？聞いているの？夏美さん、すみません。味噌汁に夢中で聞いてませんでした。作った人に礼を言わず、さらに話も聞いていないとは。呆れた言葉も出ないわ。すみません。今日の朝食、ありがとうございました。何の話をしてたんですか？その話はもういいわ。あなたという人の程度が嫌というほど分かったから。ぼさっとしてないで早く食べなさい。さもないとご飯を取り上げるわよ。はい、おいしくいただきます。夏美さん、味付けもバッチリです。ありがとうございます。当然でしょ、この私が作ったのだから。残さずに食べなさい。陰獣ベロベロス、それを倒すには絶輪剣 X カリバーが必要だ。なになに、エロリーちゃんどうしたの？陰獣ベロベロス、それを倒すには絶輪剣 X カリバーが必要だ。オワリさん、これは？なるほど、これこそがエロリーの NPC としての役割らしい。俺たちに重要な情報を伝えてくれようとしているんだね。だったらもっと早くに言いなさいよ。昨日ベロベロスに挑戦する前に。いや、それは無理な話だよ。おそらく一度負けることによってイベントフラグが立ったんだろう。もうめんどくさ。絶輪剣 X カリバー、名前からするにベロベロス討伐用の武器だろうが。はて、我が輩はそんな設定を作った覚えはないぞ。世界、お前が考えたのか？ああ、そうそう、考えたのは俺だよ。いやー、メモ書き程度だったから今の今まですっかり忘れてたね。
またあんたか。ポンポンとくだらないイベントを使ってんじゃない。あと、いくらなんでもいろいろと忘れすぎなのよ。社内暴力発対。で、その X カリバーって剣はどこにあるわけ。絶倫剣 X カリバーは、おやおや皆さん、昨日の夜は随分とお楽しみだったようですね。ムフフ。こんな時にバグってんじゃないわよ。いいから早く X カリバーについて教えなさい。絶倫剣 X カリバーはね、素材を集め儀式を行うことで生成可能なのですわ。集めるべき素材は全部で4つ。1つ目は黒光りする棒、2つ目はバナナ、3つ目は生クリーム。わけがわからない素材ね。オワリ、あなたが設定したのかしら。もちろんだとも。意外性があって面白いだろう。意外性っていうか、単に卑猥なだけに思えるわ。それで、4つ目の素材は何かしら。4つ目の素材は、4つ目の素材は、おやおや皆さん、昨日の夜は随分とお楽しみだったようですね。ムフフ。ちょっと、あと少しなんだからしっかりしなさいよ。おやおや皆さん、昨日の夜は随分とお楽しみだったようですね。ムフフ。私、貧乳は人間とは認めませんの。その胸のサイズでは世界を救うことができても自分自身は救われないでしょう。放棄をしてから出直しなさいね。あ、た、わざとバグってるでしょう。そうでしょう、そうなんでしょう。わたしはエロリー、むにゅむにゅで勇者様をお楽しみで笑点。うふん、うふん。お姉ちゃん、エロリーちゃんが壊れちゃうよ。こんなポンコツ NPC、 もともと壊れてるようなもんでしょ。まあ待て、落ち着くんだ。絶倫剣 X カリバーという名前を聞いてようやく俺も全てを思い出したからな。最後の素材が何なのかも、そして儀式の方法もちゃんとわかる。安心していいぞ。4つ目の素材は何なんですか。ああ、それは3つの素材が揃った後のお楽しみにしようじゃないか。4つ目の素材はこの基地内で十分調達可能なものだからね。外へ探しに行く必要もない。まあ、ある人物のちょっとした協力が必要なんだけどね。まあ、バナナと生クリームくらいならコンビニで手に入ると思うけれど、黒光りする棒って何なのかしら。特にこだわりはないからな。黒くて長細い棒状のものなら何でもいいよ。あ、それなら言うのに心当たりがあるよ。任せてほしいな。それなら大人数で行く必要もないわね。言うのと、それからバイトさ、二人で素材を調達しに行ってくれないかしら。
了解であります。バイト組2人で見事3つの素材を集めてきます。午前0時行ってまいります。生クリーム、動物性の方で良かったのかな。多分こっちで間違いないと思います。あとは黒光りする棒ですね。正直僕には想像もつかないんですけど。大丈夫大丈夫、ユウのちゃんと心当たりがあるから。はい、ここだよ。ここは駄菓子屋ですよね。懐かしいな。レイジ君はいつも駄菓子を食べないの？そうですね、小学生の頃、まだ実家にいた頃はよく放課後に駄菓子屋に行ってましたけど。ユナさんはよく食べるんですか？うん、ここはユーノの行きつけの駄菓子屋さんなんだ。お姉ちゃんも一緒に来ることあるんだよ。お酒のおつまみが安く買えるってお気に入りみたい。小さい頃はあんまりお菓子が食べられなかったからね。今はたくさん食べられて嬉しいんだ。でも気をつけないとすぐ太っちゃうのが困りものだけど。そうだ、黒光りする棒を買わなきゃだったね。あった。見て見て、これで間違いないよ。これってふ菓子ですよね。確かに黒光りする棒には違いないですけど、これじゃあすぐに折れちゃいません？こんなものでエックスカリバーが生成できるんでしょうか？うん、これで間違いないよ。じゃあ一旦事務所に帰りましょうか。もし黒光りする棒が別のものだったら、また外に探しに出ればいいですし。レイジ君、疑り深いのはダメだよ。絶対絶対これで合ってるって。お、おかえり。早かったね。うちのバイトたちは優秀で助かるよ。バナナと生クリームです。これで大丈夫ですか？うん、問題なしだ。生クリームもちゃんと動物性のものを選んできているし。君、分かってるじゃないか。それから黒光りする棒なんですけど。はい、ちゃんと買ってきたよ。これは確かに黒光りする棒ではあるけれど。ほう、ふがしときたか。ユウノらしい発想だな。しかし剣を生成するにはいささか強度に問題があるのではないか。ユウノ、いくらなんでもこれはないわよ。だってふがしよ。ちょっと叩いたらポッキリいっちゃうわよ。
残念な結果よね。うんうん、大丈夫。ちゃんとお姉ちゃんが一緒に探してあげるから。なんて立派な黒光りする棒なの。私見てるだけで大興奮よ。絶輪剣エクスカリバーの素材として申し分ないわ。嘘でしょ。エロリーの言う通りだ。これだけ黒く太く立派な棒ならば、フガシだろうと問題はない。大正解しちゃいました。黒光りする棒って聞いてすぐにこれが思いついたんだよね。黒くて太くてすっごく大きいから、ユーノもよくかぶりついてるんだ。ユーノ、今のはかなりエクスペンシブなセリフだ。95点をやろう。95点もらっちゃいました。100点満点まであと5点です。変態、あんたうちの妹に何を言わせるのよ。いやいや、別に俺が言わせたわけではなく、言うのが勝手に。うるさい、しれ。わお、あんなセリフをさらりと言えるなんて、言うのっては最高ね。私と一緒にルビドークイーンの道を極めませんこと。あんたも人の妹を妙な道に勧誘すんな。それでオワリさん、最後の素材は何なんですか。あと儀式って具体的には何をするんですか。ああ、それなんだがね、儀式は早くても夕方にならないと行えない設定なんだ。だからそれまではみんな待機していてくれたまえ。ちなみに最後の素材だが、そいつも夕方までのお楽しみにしよう。世界よ、そこまでじらすからには最後の一つの素材は相当なものなんだろうな。万が一にもくだらぬものだった場合、いくら付き合える長い我が輩といえども、この悪魔の右手の暴走を抑えることはできんぞ。そこは安心してくれたまえ。誰もが驚き、そして感激する素材であることを約束しよう。どうでもいいことなのに、そこまでもったいぶられると気になって仕方ないわ。エロリ、教えてくれないかしら。おやおや、皆さん、昨日の夜は随分とお楽しみだったようですね。ムフフ。夕方になったわよ。最後の素材が何なのか教えてもらおうじゃないかしら。うん、今こそ全てを語ろうではないか。絶輪剣エクスカリバーを生成するための最後の素材、それは C カップ以上のブラジャーだ。なんなのそれ、どういうことよ。全然意味が分かんないんだけど。どういうことも何も、言った通りだ。黒光りする棒、バナナ、生クリーム、そして C カップ以上のブラが揃って初めて
絶倫剣 X カリバーの生成の儀を行うことができるのだ。変態の考えることだから、どうせろくでもないものだとは思っていたけれど、想像以上にろくでもなかったことに軽い殺意すら覚えるわね。まったく本当よね。あれだけもったいつけるからちょっとは期待してやったのに、よりにもよってブラジャーだなんて最低。というわけだからユーノ、頼んだよ。あんたまさか、まさかユーノのブラジャーを使おうってつもり？そうだが。冗談じゃないわ。姉としてそんなこと絶対に認めないから。こんな時こそその無駄乳デカ女の出番でしょうが。もちろんエロリーに頼めるなら最初から頼んでいるよ。でも無理なんだ。彼女をよく見ればわかるだろう。そうね、エロリーはノーブラだったわ。じゃあ夏美、あんたはどう？ちゃんと見たことないけど C カップぐらいはあるでしょ。私スペックは非公開だから。それにもしあったとしたってブラジャーを提供するなんて断固として拒否するわ。たとえ地獄の豪華に焼かれようとも、永遠にこの浅草に閉じ込められることになったとしてもね。分かったわよ。じゃあユーノの代わりに私のブラを提供するわ。それでいいでしょ。浅野、お前では無理だろう。胸部的戦闘力が圧倒的に不足しておるからな。でもだからってユーノのブラは渡せないわ。こんなのひどいセクハラよ。もはや犯罪レベルよ。ユーノ、あんただって嫌でしょ。ユーノのブラで絶倫剣が生成されるんだね。それってある意味胸アツであります。ダメー。とにかくユーノのブラはダメったらダメ。絶対に絶対に使わせないから。やれやれ、分かったよ浅野。ユーノのブラジャーは諦めよう。かなり残念だけどね。ユーノも残念。ブラくらい提供したっていいのにな。仕方ない。ユーノのブラが使えない以上、こいつを使うしかないか。オワリさん、それは？ああ、これは俺の個人的なコレクションだよ。秘蔵の品と言ってもいい一品だ。もちろん、どこかで買ってきたようなものじゃないぞ。これはある女性の忘れ物さ。その女性と俺はあの夏の日、二匹の獣となり燃えるような一夜。ストップ！それ以上何も言うな。知りたくないし聞きたくもない。そのサイズから考えて相手は異国の女性か。さすがは世界、その名に恥じぬワールドワイドぶりだな。
こんな変態な会社の代表だなんてね。いっそ死んでくれないかしら。終わり、最低、最悪。というか、どうして最初からそれを出さなかったのよ。やはり鮮度にこだわりたくてね。ユーノのブラで儀式を行いたかったのだよ。ほら、ブラは脱ぎたてに限るって言うだろ。ユーカ、やっぱりあんた最低よ。でもって最悪の変態だわ。最高の褒め言葉として受け取ろうじゃないか。何はともあれ、これで全ての素材が揃ったわけだ。いつでもエクスカリバー生成の儀を始められるぞ。呆れた材料についてはとりあえず気にしないことにするわ。そうしないと話が前に進みそうもないし。それで、その生成の儀は具体的にはどんなことをするのかしら。どうせろくでもないことだとは思うけれど、早く教えてくれない？おいおい、見くびってもらっては困るな。こいつは草原にして厳粛な儀式だよ。エロリ、君から説明してやってくれないか。あはー、お任せよ。エクスカリバーの所有者となるものがね、素材であるブラを装着するのよ。それから右手に黒光りする棒、左手に生クリームをつけたバナナを持ち、高らかに呪文を唱えてくださいな。我は絶倫の王、来たれエクスカリバーってね。その後に左手に持った生クリームをつけたバナナを一気に食べる。そうすれば黒き棒は絶倫剣エクスカリバーへと奇跡の変化を遂げるのですわ。ふんふんふん。ふぉー、正解！我が輩抜きでよくそこまでの儀式を構築したらやるではないか。それでこそ我がソウルメイトであり前世からの相棒だ。正解さん、それすごく面白そうだよ。言うの早く見てみたいな。さて、問題は誰がこの名誉ある役目を果たすかだな。つまり、誰がその恥ずかしい役を引き受けるのかってことね。ちょっと待ってください。ひょっとして、いや、ひょっとしなくても僕がやれってことですか。こういった役目はやはり君が適任だと思うんだよね。ああ、レイジ、お前が真の勇者となる時が来たのだ。運命に身を委ねるのだ。ライドオンデストリー。説得するのも面倒だな。さっさと決断しなさい。っていうか、あんたの他に誰がやるのよ。文句言わずにやんなさいよね。デイジ君、レジェンディングだよ。あら、坊やが絶倫剣エクスカリバーの使い手となるのね。大丈夫、儀式は手取り足取り私が導いておける。断固として拒否します。拒否します。拒否しますってば。
坊や、儀式を始めるわよ。熱く激しく呪文を唱えてちょうだいね。あ、我は絶倫の王、来たれエクスカリバー。あれ？ダメですね。まだ坊やの中に羞恥心が残ってますよ。それを拭い去らない限り、エクスカリバーは生成されませんわ。レイジ君、しっかり頼むよ。ベロベロス討伐は君にかかっているんだからね。だったら僕と代わってくださいよ。あいにくブラジャーをつける趣味はないんだよね。そんなの僕だってありませんから。さあ次こそ行っちゃいましょう。我は絶倫の王、来たれエクスカリバー。まるでダメではないか。レイジ君、レッツ絶倫だよ。そうか、そのズボンが生成の儀の妨げになっているのかもしれないね。よし、レイジ君、思い切って脱いでみようか。はぁ、あ、怖がらなくてもいいのよ。私が優しく脱がしてあげる。ユナさん、次のバナナを生クリームてんこ盛りでお願いします。うん、任せて。我は絶倫の王、来たれエクスカリバそれこそが絶倫剣エクスカリバーだわ。坊やおめでとう。チュチュチュ。あら、やったじゃないブラオ。そうそう、あんたにしては頑張ったわブラオ。ブラオ、なるほど、それこそがレイジーの前世から受け継がれた真実の名前だったということか。レイジ君は今日からブラオ君になったんだね。間違えないようにしなくちゃ。皆さん、ほんと勘弁してください。オワリさん、もう僕これを外してもいいんですよね？普通に服を着ても。まあ気に入ったならそのままでもいいがね。そうだ、そのブラジャーは頑張ってくれたお礼として君にプレゼントしようじゃないか。いろいろな方法で楽しんでくれたまえ。
ありがとうございます。レイジ君、やはり君はこちら側の人間だったようだな。まったく、ブラオの名に恥じないね。ところで、君はどうやって楽しむタイプなんだい？オワリさん、それを聞いてしまいますか。いいでしょう。大いに語れまし。オワリ、あなたが変態なのは知っていたけれど、そこのブラオも同類だったとはね。オワリもデイジも最低。さっきの褒め言葉は撤回するわ。もうユーノにも私にも近づかないでよね。違うんです。ちょっとオワリさんのノリに付き合って言っただけで。レイジ君、変態とは常に孤独なものだ。己を欺くことなく、これからも共に変態道を歩んでいこうじゃないか。オワリさん、違うんです。別に僕は英雄色を好むというだろう。つまり変態とは英雄である証。それは歴史が証明しているではないか。今ここに変態勇者午前0時の誕生を告げよ。変態の歴史に新たな1ページが刻まれたのだ。勝利の時は近い。さあ諸君、陰獣ベロベロスを倒す武器は我らにあり。ついに奴に引導を渡す時が来たのだ。夜を待ち、第二次ベロベロス討伐作戦を開始する。よし、みんな聞いてくれ。昨夜の敗北を踏まえて俺なりに作戦を考えてみたんだ。作戦って、ブラオがそのエックスカリバーでザクッといけば終わりなんじゃないの？そうね。むしろブラオだけが行って、私たちは基地に待機していたって構わないんじゃないかしら。いやいやいや、そんな全部僕に任せないでくださいよ。あと、いい加減ブラオはやめてください。話を元に戻すぞ。作戦についてだ。どうだ、完璧な作戦だろ。ちょっと待って、私はどうすればいいの？残念ながらお前は戦力外だ。お前の体ではベロベロスを引き寄せられないからな。妹さんと違って残念の胸ですもんね。ほんと同情してしまいますわ。言うのと比べないで、あと残念って言うな。ちょっと待って、私とエロリーでベロベロスを誘惑？冗談はやめてほしいわ。またベトベトにされるのはごめんよ。気持ちはわかるが、ここは二人に頼むしかない。何、あくまで触手を引きつければいいだけのことだ。俺とイルカでどうにか守るからな。任せておけ夏美先生。我が輩のこのビッグマグナムが先生に巻きつこうとする触手に炸裂するからな。触手にさえ邪魔されなければ、あとはレイジ君が全力でベロベロスに飛び込んでいくだけだ。絶倫剣エクスカリバーで奴を倒すことができる。はず。オワリさん、今小さな声ではずって言いましたよね。まだ何か忘れてることとかあるんじゃないですか？いや、そんなことはないよ。陰獣ベロベロスは絶倫剣エクスカリバーで倒せる、その設定に間違いないはずだ。うん、安心してくれたまえ。
それでは皆さん、そろそろ行っちゃいましょうね。うん。ではこれより第二次ベロベロス討伐作戦を開始する。皆さん、いたわよ。ベロベロスのお出ましなのね。よし、ユーノ。作戦通り頼んだぞ。はい、了解であります。ベロベロスさん、ユーノと遊びませんか？エロリ、夏美、誘惑攻撃だ。なるべく胸を揺らして戦え。私に任せて。華麗にいっちゃいますわよ。イルカ、絶対に私を触手から守るのよ。またベタベタになったりしたら、あなたを的にしてGペンでダーツをしてやるから。あしゃぎすぎだぜ、ベイベー。てれー、チャンスだ、レイジ君。今こそ絶輪剣エクスカリバーで忍獣ベロベロスにとどめよう。うわー、なんかにくっつかないの。レイジ、やったじゃない。初めてあんたのことちょっとだけかっこいいかもって錯覚したわ。本当にちょっとだけだけどね。それに錯覚だけど。ま、私たちのお膳立てがあったのだから当然のことだけど、それでも一応はお礼を言うわ。なんだか様子がおかしいぞよ。危険を察知する我が輩の特殊能力デンジャラスセンサーがビンビンに反応しているぞ。ベロベロスの心臓は後頭部に設定してあったんだ。それを貫かない限りベロベロスを倒すことはできない。しかも一度倒されかけたベロベロスは
究極の変態化を遂げ、極上ベロベロスへと進化するのだ。どうせボツキャラだろうとパラメータ調整を何もしていないから、ほぼほぼ無敵。みんな逃げるぞ。ユナさん、夏美さん、エロリ、まずい、また3人がベトベトに。いや、レイジ君、それは違うんだ。ノーマルベロベロスは粘液でベトベトにするぐらいで満足していたが、極上ベロベロスは性欲の権化、そんなレベルではない。じゃあどんなレベルなんですか。ほら、触手もののアダルトゲームがあるだろう。もはやあのレベルだ。ちょっと待ってくださいよ。それって浅野さんだけが無事で、他のみんなは凌辱されてしまうってことじゃないですか。私だけが無事ってとこ、そんなに強調しないで。変態、どうにかしなさいよ。もしあんなのにユーノが傷者にされたら、あんたを絶対許さないから。俺だってどうにかしたい、どうにかしたいが、しかし何よこれ、ちょっと何をする気。ヌメヌメの触手がユーノのセーラー服どかしてる。気持ち悪いよ。はあ、私このままとろけてしまいますわ。あれ、ねえ、これどうなってんの。私たちさっきまで浅草の町にいたわよね。うん、ベロベロスの触手に捕まっていやらしいことされそうになってたんだよ。あれれ、服溶けてないね。ベトベトにもなっていないし、これってどういうことかしら。さっぱり状況が理解できないのだけど。おい、みんな、スマホで日付を確認するなりよ。なんだかおかしいことになっておるぞ。ちょっと待って、これっておかしいでしょ。だって私たちずっとここに泊まってるのよ。どうしてまだ日曜日なわけ。それに日曜日の9時半って言ったら、セブン評議会が終わってから2時間ぐらいしか経ってないじゃない。そんなはずないよ。だってユーノたちお家に帰れなくて戻ってきたんだもん。
それからエロリーちゃんと会ったりベロベロスと戦ったりして2日は経ってるはずだよね。ええ、そうよ。2日経っているはずだわ。なのにどうして日付が合わないの？いや、どうもそうじゃないらしいな。日曜夜7時頃に新世界ゴーグルでワールドプログラムのデモンストレーションを行ったのを覚えているかい？もちろんよ。でも途中でプログラムが強制終了したとかで中止になったでしょ。俺たちの認識ではそうだ。しかしその後のターニシカとボイスチャットの録音データがここに残っているんだが、ターニチカがログアウトしたのが今からほんの数分前ということは、俺たちはワールドプログラムの暴走直後から2時間ほど意識を失っていたということになる。ターニチカの泣き言を誰も聞いていないのが何よりの証拠だからね。世界、それでは我が輩たちはみんな揃って意識を失っていただけでなく、同じ夢まで見ていたということになるではないか。一応俺たちが見たのが同じ夢だったのか、そいつを確認しておこうか。セブン評議会が終わった後、帰ったはずのレイジ君、浅野、ユーノに強引に誘われて夜の浅草に出た。そこで俺たちは、フォー、アンプリバブー、ローブリバブ現象を体験したのである。それから怪しい怪物の影を見つけて基地に逃げてきたのよ。で、次の日に外に出てロープレマップ現象を調べてたら、エロリーってバカ父の NPC と出会ったのよ。その夜に1回目のベロベロス討伐作戦をしたんだけど失敗しちゃったんだよね。次の日になってベロベロスを倒す剣の作り方をエロリーが喋り出して、素材を集めてバイトさんがブラウに。夏美さんやめてください。たとえ夢だったとしても思い出したくないんですから。それから第二次ベロベロス討伐作戦が行われた。レイジはなかなか奮闘してくれたが、まさかベロベロスがあんな進化を遂げるとは。でねでね、パワーアップしたベロベロスにユーノたちがいやらしいことされそうになった時に目が覚めたんだよね。驚いたな。俺たちの夢の記憶は完全に一致してるじゃないか。これは一体どういうことなんだ？集団催眠？いや、それにしてはあまりに整合性が取れすぎているか。どうでもいいけど、今日はもう休ませてくれない？夢とは思えないぐらいに疲れてしまっているのよ。まあそうだね。今晩のところは解散して各自ゆっくり体を休めてくれよ。この現象に関する検証はまた明日にしよう。しかし本当にどういうことなんだ。まるで狐にでも化かされたような気分だね。
丈夫だ。もう悪夢は終わったんだから。昨日、俺たちに起こったことなんだがね。あれは単なる夢なんかじゃなく、俺たち全員が確かに体験した実際の出来事だと確信しているんだが、みんなはどう思う？右に同じだ。我が輩たちはあの時、確かに異界の扉をくぐってあちら側へと到達していたのだ。次元を超越した異世界へと。みんなして同じ夢を見るなんて絶対絶対おかしいよ。そうね、本当は認めたくない、認めたくないのよ。でもこれだけみんなの記憶が一致してるなんて、単なる夢の一言では片付けられないわ。第一、現実感が半端なかったもんね。さすがにあんな体験しちゃうと認めざるを得ないわ。僕も皆さんと同意見です。よし、ならばこれをみんなの共通認識としよう。そして原因を究明するにあたって、まずあの体験に名前をつけようと思う。今よりあの体験を新世界体験と呼ぶことにする。各自今後はこの名前を使うようにね。
じゃあ新世界体験の謎を解明していくことにしよう。各自さまざまな角度からあの現象を検証してほしい。あのゲーム作らないんですか？確か新作を作り始めるって話じゃ。そうだ、世界中で同じような事例がないかどうかも探してみる価値があるかもしれないね。レイジ君、この仕事は君に任せようか。はあ。なんだね、その気の抜けた返事は。俺たちの手であの摩訶不思議な新世界体験の謎を解き明かさなければならないんだよ。気合と情熱を持って全力で取り組もうじゃないか。こんなことならお金のことは気にしないでタクシーに乗ればよかったのだ。もうちょっとなのだ、ゴールは近いのだ。